7月13日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです 辛抱二郎をズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一番気になる話題ですかはいオンエア直前にですねえ<っ>えー。東京電力の株主が東京電力を訴えた裁判の 判決が出てきてき、まあ、この判決が出るぞというのは私前々からしてたんですが、はい、まあ今日判決が出るというのももう分かってた話なんですけどもどんな判決が出るのかなというのはですね注目してたのが、はい、訴えた額がですよ賠償しろと言って訴えた額がですね22兆円,兆円個人を22兆円で訴えたわけですよ。ね なんかこれちょっとね5、あのー、時台にもうちょっと詳しくこれについては解説しようと思ってるんですが普通の損害賠償と違ってですね普通の損害賠償っていうのは、うん、俺がお前に迷惑を受けたんだから賠償しろよって訴えるのが普通の賠償ですよね1000万円払えよとかこういうわけですよ。うん、今回はちょっと特殊であの株主代表訴訟中でですね、うん、あの原発事故によって東京電力があの大きな損害を あの受けたと、うん、ね。あのまあ、原発事故によって東京電力がう。あの損害を受けたと、うん、で、自分は東京電力の株主だと。うん で本来は東京電力という会社がその経営陣がアホだったんで経営陣を訴えなきゃいけないんだけど東京電力が経営陣を訴えないからしょうがないから東京電力の代わりにあの俺たち株主が訴えを起こすからあの訴えられた当時の幹部の人たちは東京電力に対してこれだけの金を賠償しろとなるほどこういう訴えなんです。だから訴えた人に 普通こういう裁判ってなんかあの訴えた人が判決を受けて裁判に勝つとお金をもらえるようなイメージじゃないですか今回の判決はまだ下級審なんで地裁の判決なんでおそらくもう間違いなく上級審に行きますから最高裁でどうなるか分かりませんが、うん、地裁レベルの判決が仮に,仮に確定したとしても訴えた人これね最終的に今日の裁判でですね13兆円か何かが認められたんですよ。うん、13兆円賠償しろっかなんかっかかいう判決だったんですが、うん パッと聞くと、訴えた人が十三兆円もらえるのかとか思うわけですが。そうならないんです。これ訴えた人の懐には金入らないんですよ。だから、は、裁判で負けた今回訴えられた東京電力の経営者の人たちが。東京電力に対して十三兆円払えっていう、そういう判決なんですが。多分、まあ、下級審なんで。 これで判決は確定することはまずありえないんだけど、うん、仮に確定したとした場合を私はね本番入る前今日ねいろんなことを考えていたんですがその中でやっぱり一番こう頭の中から離れなかったのが、うん、もし13兆円の損害賠償を命じられたらどうするかとか考えるわけですよ。うん 13兆円ですからねうど,どうせ払えないわけですから、ええ、どうせ払えないから払えないよって言って、うん、え投げちゃうだけどね私だったら多分ですねこれ最終的にこの判決は確定することはないだろうなと思っても、うん、個人的に訴えられる訴えられるっていうかそういう判決が出るリスクを考えたら昨日までに私の全財産、うんうん、ねっ 私が所有しているヘリコプターであるとか滑走路であるとかそれで言ったら空母だって持ってますからね航空母艦昨日、井上さんがね軍事評論家の井上さんがタッパウエアに入れて空母を2隻持ってきましたけどあんな感じですけどねタッパウエアとかにねブリキ艦とかそういうのに入ってますけどねほとんど森永卓郎さんレベルだなという話ですが今日、森永さんいらっしゃるらしいですね。 その辺の話はちょっと私聞いてみたいこと一番です、えー、実は、えー、あの趣味の世界にのめり込むっていうのが、うん、私も分からなくはないんですね分からなくなんですけどもっないんですよね。だけどねまであの年であそこまでのめり込めちゃうのか、うん、でその膨大に集めたコレクションはいわ、うん、やだんだんこれから年を取っていくわけじゃないですか、はい、年を取った後どうするつもりなんだと。 本人にとっちゃ宝物かもしれないけどはい、はい、家族にとったらただのゴミじゃないですか家族にとったらたらだのゴミを大量に今抱えてるというのが、えーうん、私は分かんないの私は最近ですねその手のゴミはもう一括処分でどんどん捨ててますからまあその辺潔いですよねーーさんさ、ね、潔いというよりはですね、うん、私なんかねそういうのが気になりだすと止まらなくなってです、ね、<ー>どんどん捨てていくんですよ。はいはいはい それででうとですね、うん、ちょっとしたエピソードがありまして <laughs> あの山の家で、はい、山の家から大量にいろんなものが発掘された中で、うん、大半はあのお譲りする条件としてもうほとんどただみたいな条件でお譲りするんでいえいえお譲りしますけれども この物件に関してはもう状況が状況なんでクレームなしにしてくださいねといいここ今あの崖半分崩れてますからこれ将来崩れるかもしれませんよとそれをご承知ですかって分かりましたと、うん、それとあの山小屋の中に大量のもういつのものかなんだか分かんない物品が山ほど溜まってるんだけどいいもうこれ 今から私処理するのが非常に心理的にも肉体的にも重いので申し訳ないですけれども中のゴミも一緒に引き受けてくださいってえそう言ったらあの引き受けてくださった方が「ああいいですよどうせあのねあの全部え産廃産業廃棄物として建物ごとぶっ潰してここ更地にして駐車場にしますからもうあのゴミは残しといてください」ってこう。 おっっっしゃってくださったんで分、えー、かりました全部残していきますって言ってお譲りしたんだけれども、はい、その中で個人情報に類するようなものは引き上げざるを得ないわけですよ、うん、流出するとまずいですからす、ねね、一番個人情報はここの番組でも申し上げましたように大学で先生をやってる時にあの採点結果の <laughs>、えー、入った大量の答案用紙とかですね、はい、<laughs> こういうのまずいじゃないですかそういうのを全部集めて、はい、次に優先順位が低かったんですが最終的に あの私テレビの仕事が結構長いもんですから、うん、で私がテレビ局に入って1980年というのがちょうどですね VHS の家庭のビデオデッキが普及し始めた頃なんです。あ 当時1台20万円ぐらいしたんです、えー、ビデオでて、えー、今 VHS のビデオデッキなんかそもそも売ってないですけども <laughs> 一番安い時には1万円2万円ぐらいの値段,値段まで最終的には下がりましたけど、うんはい、当時は VHS のビデオデッキが出始めた頃って20万円で高級品で。すね高級品ででサラリーーマンのボーナスい 世でビデオデッキ一つ買えるかどうかっていうようなそんな話だったんです、えーはい、私もテレビ局入って最初はボーナスなしですよねで2年目以降ボーナス出るんじゃないですか、えー、私最初のボーナスで買ったのがビデオデッキだと思います、えー、でビデオデッキ買って、うん、で自分の出てる番組こう録画しますよねうん、うん、ところが私は あの自分の出たやつを後で見る習慣がないんですこれ人によるんですよ私の知り合いの有名芸能人の方は自分が出た番組は家に帰って酒飲みながら何回でも見るって言うんだけどそういう方いらっしゃいますよね方針がわからないんですよ私わからないですか自分のお絵聞いたことあります聞いたことはありますけどあの好き好んで聞こうと思います。ん好き好んで聞かないんですけどなんか不祥事めいたことがあった時に俺そんなこと本当に言ったかみたいなのであの確認することはありますけれども ええー、まあ、そもそもラジオだって、昔はテープレコーダーが一般の家に普及し始めるには。まあ、さすがに松山さんの年だったろたら、子供時代に。ラジオカセットはあったと思いますが、うん、その一代前はオープンリールの時代ですからね。<laughs> オープンリールのテープ。ああ、思い出しちゃった。何ですかいやその山の家にですね、<laughs> えー、禁断の、禁断の素材がありましてね。うん、これ、ちょっと流出経路は申し上げられないんですが、はい、関西で。 とんでもなく凶悪な事件があったんですよ。はい、その時ですね、うん、もう自己だから言いますけど、警察がその突入前にそこの事件の起きてる現場のまあ、盗聴機仕掛けて内部の音声を全部拾ってるんですよ。はい、これをオープンリールのデッキに撮ったんですねで。このオープンリールで撮ったデッキは裁判でも使われなかったし、えー、オンエア的にもこれちょっとオンエアできないよねっていう素材だったんで。はい あのオンエア素材としては、うん、放送ににももらななかったし警察の中いところがですねその当時の私の大先輩の記者が警察に食い込んでたらしくて、はい、ある時どうせ使えないやっちゅうんでその時の、まあ、録音機仕掛けたあの、うん、テープレコーダーのオープンリールの音声を、はい、その方ずっと死ぬぐらいまで、はい、その方かなり早い段階で亡くなられたんですが、うん、ずっとお持ちになってたやつを。えー 亡くなる直前に、うん、もう本当に理由わかんんないんですよ私そんなに親しかったわけでも何でもないんだけど、うん、私が名指しされて「ちょっと来い」って呼び出し食らって「はいはい、何ですか?」ってのこのこ出かけて行ったらその関西で起きたとんでもない凶悪事件の現場の録音した音声のオープンリールのテープの素材をお前受け取ってくれって「えんで俺?」って思ったんだけど。<laughs> はいはいはい もう死にかかけけてるる人だからい、まあ、断るわけにいかないじゃないですかはいわかりました」って言ってオープンリールのテープを1本預かって私も怖いから聞けずにですねその当時はまだオープンリールのデッキ私は持ってたんですけどオープンリールのテープがあっもらって、えー、それを山の家にずっと置きっぱなしになってたのを、はい、今年の引っ越しの時に発見してしまって「あえー、これったなって。 捨てるわけにいかないですから。はいはい、今私の家にあるんだけど。それはちょっとなんか貴重な商品というか。いやいやとんでもない貴重品なんだけど。はいはい、表に出すわけに永遠にいかないじゃないですかこれ。そうですよね。あのー、なんか振り返ってその事件を解明するなんていう機会があったときには、ね、解明も何もないんですよ。それも結論全部分かっててあ,、ねあ,えー、あの何が起きたかも全部分かってて、えー、関係者は大方死んでると思います。 だから全員関係してる人が死んでるということが確認できたら音声を表に出せると思うんですがそれも実は確認取れないんです主要な登場人物はみんな死んでるのは知ってるんですけど全員死んでるかどうかがわからないので表に出せないでいるんですが。 なんかねそういう恐ろしいものをたくさん見つけてしまった中で<う> VHS のビデオテープっていうのを大量に私持ってた自分のものを見る習慣はなかったんだけど、えー、当時私にもですねファンと称すする方がいらっしっ, <laughs> いらっしゃたんですよそのファンと称する方がですね、えー、頼んでもいないのに、うん、私が出てる番組を全部録画して、うん、<laughs> VHS で何かのきっかけで私のファンをやめたらしくて <laughs> そのタイミングで大量に送りつけてきて。<laughs> えー うえー、どうしたらいいのって話ですけど<ー>それが山の家から大量に発掘されてはい、はい、で持って帰ってきて、うん、VHS のデッキをわざわざ中古品を買っていろいろこう見るにあたってはいろいろ道具がいるわけでアナログデータをデジタルに変換するには、うんまあ、いろいろ道具がいるわけですがです、ね、全部システムを整えてその中から1本テープを取り出して見てみました、はい、現れたのが私ではなく 小林ひとみさんという女優だったんです、えー。えいいですもん。はいえ、気にしないでください。 あのままだだご健在だと思いますよ、はい、小林ひとみさんは確か私最近ニュースでは銀座あたりでクラブのホステスさんをやってるという<ー>ママさんをやってるというニュースを見たことがあってちょっと懐かしいなと思っていた時にはい、はい、自分のビデオだと思ってそこまで苦労して再生して「懐かしいな <laughs> 俺30年前にやってた番組どうなったんだろう」と思ってつけたら小林ひとみが出てきて「<laughs> おいおいちょっとなんだよこれ」っていう、まあ、そんなことがありましたけど何から話を始めたかというと<ー>、えー、東京電力の株主代表 大そ<な>何がああですか。メモが今ねちょっとね小林ひとみさんという方はどういう方なのかての小林久美さんは十八面系の人って十八面って夕刊フジの十八面のことですね。どんなメモだよ <laughs> そのメモは。なるほどって思う分かってんねえそれ。<laughs> あの東京電力の株主代表訴訟で13兆円の13兆円という巨額の賠償命令が出たというニュースが本番直前に入ってきましたので、はい、今日これ、5時台にちょっと詳しく解説をいたします,、はいすね、お願いいたしますでは株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました昨日と比べて142円11銭高い2万6478円77銭で取引を終えました。 上げ幅一時200円を超えました昨日500円近く値下がりした反動で割安感のある銘柄を中心に買いが膨らみましたただ新型コロナウイルスの感染再拡大の懸念が相場の重荷となったようですで為替相場は現在1ドル137円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べて20銭ほど円高になっています さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで四時台はねご紹介しました日本放送かき放ただしあなたとハッピーの月曜日から水曜日のもうレギュラーでご出演ですね経済アナリストの森永拓郎さんをこのスタジオにお招きいたします日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカ中央軍は12日シリア北西部でドローンによる空爆を実施し過激派組織イスラム国の最高幹部5人のうち1人を殺害したと発表しました EU 欧州連合はクロアチアのユーロ導入を承認しました 来年1月1月日にに現在のの通貨クーーナからユーロに移行し20カ国国目の導入国となりますイギリスの与党・保守党は辞任を表明したジョンソン首相の後任となる新たな党首を9月5日に選出すると発表しました8人が立候補して7月21日までに候補者を2人に絞り込みます イギリスの BBC は、ブックメーカー各社の予想として、スナック全財務省が一番人気と報じています。産経新聞によりますと、安倍元総理大臣が暗殺された事件で、殺人容疑で送検された無職山上哲也容疑者について、奈良地検が刑事責任能力の有無を調べるため、精神鑑定を実施する方針を固めたことが分かりました。 宗教法人世界平和統一家庭連合旧統一教会の問題に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会はきのう会見を開きました。 連絡会の資料によりますと去年末までのおよそ35年で弁護士や消費生活センターが受けた旧統一教会に関する相談は3万4537件被害総額はおよそ1237億円で直近5年に限ってもおよそ54億円です。 新型コロナの感染者の急増を受け岸田総理大臣は明日にも記者会見を開き政府の対応を説明しますまん延防止等重点措置などの行動制限を回避するため国民にワクチン接種の促進などで協力を呼びかけるとみられますツイッター社は買収を撤回すると表明した電気自動車大手テスラの CEO イーロン・マスク氏に対し 契約の解除はできないとして買収を実行するよう求め裁判を起こしました7月10日に投開票が行われた参議院選挙の結果を受けて各党への政党交付金の配分額を試算すると賛成党に新たに7700万円が支払われることが分かりました交付金の総額は315億3600万円です 国連は世界の人口が今年の11月に80億人に達するとの人口推計を公表しました来年には国別の人口で2位のインドが中国を上回り世界最多となるとの見通しも示しました大手精密機器メーカーのニコンがデジタル一眼レフカメラの新規開発を停止していることが分かりましたニコンは今後も成長が見込める レンズ交換式のミラーレスカメラに経営資源を振り向ける方針です今年の上半期の軽自動車を除く中古車販売台数は前の年の同じ時期と比べ7%マイナスの182万2896台でした統計を始めた1978年以降上半期としては最も少ない台数です 世界的な半導体不足の影響などで新車の生産台数が減り、中古に回る車が不足したことが主な原因です。KDDI は明後日15日からアップルの iPhone を値上げすると発表しました。楽天モバイルは今月8日、ソフトバンクは今日、NTT ドコモは明後日からの値上げを発表しています。 福島第一原発の事故で多額の損害を被ったとして東京電力の株主が旧経営陣5人に対し22兆円を会社に賠償するよう求めていた判決で東京地裁はきょう東京電力の、まあ、株主代表訴訟の話題は5、ねえー、時台に詳しくやりますから、はい、それ以外のニュースをちょっと解説しておくと。 うんこれ多分ねカメ,ラに興味にカメラに興味のある人は、えー、説明しなくても分かってる話だけど、はい、カメラに興味のない人は説明されても分からないし興味もないって話なんですごく説明するのになんか虚なしさを感じるニュースなんですけどこれ朝の森永さんもハッピーの中でね触れてましてこのニュースについて。ニコンそうですかどんな話ししてました、はあ、森永さんは断然一眼レフが好きなので、ええっていうお話でした。 カシャって撮るときの音が鳴るカメラなんでカシャって音がするか知ってますなんでですかあのねミラー、はい、あの要するに一眼レフってどういう構造になってるかというと、うん、レンズから物の像が入りますよね、うん、え光が入りますよね、はい、で一旦あのフィルムの手前にミラー鏡があってその鏡で光を上に上げるんですよ、はい で、えー、ファインダーっていう覗くところの向こうにプリ,プリズムがあってそのプリズムでもう一遍こう90度曲げて目のところにに光が届くようになっているわけですね、はい、それでシャッターを押すとそのミラーがうし上にガチャンって跳ね上がるんですそれがあのシャッター音なんですよ一眼レフ特有のそのミラーが跳ね上がる音と、うん、それからフォーカルブレームシャッターっていうのがあってですね膜、まあ、がこう移動するんですが、まあ、ちょっとその話いいあまりにも専門的になりすぎますから置いときますが <laughs> はい、はい、基本的にあの シャッターを押さない状況ではレンズを通ってくる光が、えー、ミラーと鏡とプリズムによってファインダーのところに入ってるわけですよ。うん、それでシャッターを押した瞬間にミラーが上がると、うんえー、そのレンズを通ってきた光がダイレクトででフィルムに当たるんですねこの一眼レフっていうのの特徴は実際にフィルムに当たる光をずっとファインダーで見ていられるんです。そううじゃないいカメラってののはあの レンズとファインダーで見るのと違うルートから来てるわけですよ。ね、でまあ簡単に言うと、まあ、ないくつかレンズは入ってますが、まあ、簡単に言うとファインダーはただの素通しで向こうが見えてるだけでレンズとフィルムはつながってるけれどもレンズからフィルムに至るルートとファインダーに入ってくる光は違うルートなんで画角とかが微妙に変わったり見え方も違ったりするわけですよ。はい、一眼レフのの画期的なのは シャッターを直前まで実際にフィルムに映る光そのものをあのファインダーで見ていられるっていうのがこれが一眼レフの画期的なものでそれまでにあった例えば二眼レフカメラっていうのは前に大きなレンズが2つついてるんだけどそれ一つのレンズはファインダー用のレンズでもう一つのレンズがフィルムに至るレンズあるいはコンパクトカメラでライカなんかが典型なんですけどもあのレンズから入ってくる光とは別にファインダーはファインダーの前に小さなレンズがあって。 えー、レンズに入ってくる光とは別のものを見てるっていうそういう形式のものがあるんですがいやいや一眼レフっていうのはそういう画期的なものだったんで、うん、望遠レンズをガンと装着すると望遠レンズを通してくる光がシャッターを直前までファインダーでそのものが見られてるんで、うん、画角もそのまんまだし、うん、光の具合もそのままだしっていう画期的なものだったんです。うん、ところがね今意味がなくなっちゃってるわけですよ。なんでかっていうとあの基本デジタルの時代に入ってますから。うん そうするとミラーなんかつけなくたってレンズを通ってくる入ってくる光は殺像素子というフィルムにに当当たたるものにこう当たってますよね、うん、そうすると常にその殺像素子のものをファインダーっていうまあ液晶の画面だったりここにデジタルで出せるわけですよ。それはもうレンズから入ってくる光そのものをデジタルに変換して液晶のファインダーで見てるわけです。だからまあ一眼レレフと同じじななんですよこれレンズじゃ,じゃなくて ミラーなんかいらないんですよだけどまあ,あの私長年疑問だったんですがそれでもやっぱり一眼レフってなくならなかったんですね多分ね森永さんみたいに、うん、あの音がいいんだよとかねそうそうそうとプロの方とかやっぱり。 あのほ本当の一眼の違いは一目見て分かるのはファインダーの前にプリズムの入る三角の,あの大きいうん、うん、あ,あれがあるのはミラーあり一眼でうん、うん、ミラーレス一眼っていうのはあもう時間がなくなってきちゃった <laughs> おいこということでニコンはついに一眼レフやめるそうですでズームフラッシュでした 辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。1億8000万円をかけた施設博物館が大赤字。森永卓郎さんに聞く趣味の世界とお金。 2014年に1億8000万円をかけて埼玉県所沢市に施設博物館 B ホー館を開館した森永卓郎さんしかし開館当初から入場者に苦戦さらにこのコロナ禍で追い打ちをかけられているそうです。ちなみに入館料は大人800円 どうなんですかねこの値段はねさあこの時間は日本放送かき放ただしあなたとハッピー月曜日から水曜日にレギュラーでご出演です経済アナリストの森永拓郎さんに趣味の世界とお金というテーマでお話を伺いますどうぞよろしくお願いしますようこそお越しくださいましたどうも無沙汰しておりますどうでもいいですけど森永さんはい 相変わらず妙な格好です、ね。ええー、そう、そうですか。なんか、その緑と、緑と群青色のきっちゃないポロシャツにですね。そのにしめたようなベストに、<笑><笑>えー、どっかで拾ってきたような帽子という、ね。<laughs> これね、<え>でも、これ日本放送がくれたんですよ。あ、でも、それブランドものさ、チャンピオンですね。え二、ー、つもらって、えー、こっちは本物なんですけど。はい、もう一つ同じマークで、えー、チャランポランって書いてある。<laughs> <laughs> <laughs> 今日は本物の方をしていきます、はあ、そうですか、はい、そのあの横ボーダーのボーダーのポロシャツはどういう趣旨のもんですかなんか胸に鹿のマークヘラジカですかねそれはねそうですねこれはあのスイカ畑に入ると目立たないってい、はあ、打たれますよそ <laughs> えスイカ畑に入ると打たれないえ<え>いやあの目立たないなんでスイカ畑に入る必要があるんですかいや私はあのもうね辛坊さんのあのほら えー、ヨットの中でずっと考えて、ええまあ、ほぼ同い年なんですよです、ね、残された時間は短いから好きなことだけやろうっていうのでまあそ,、ね <laughs> まあまあ、それは分かります、はい、ああの今好きなことだけやる人生をしてるんです、はいはい、でまあ博物館と畑っていうのでずっと朝5時から、ええ、え日が落ちるまで遊んでるっていう畑はもうスーパーで売ってるものは大体作ってます <で><ー>25種類ぐらいかな今栽培してるへえ所沢で果物はスイカとイチゴしかないんですけれどもああ野菜はほぼありますすごいっすね、はい、で隣のおじさんが、まあ、超マニアで<ー>あの力が強いので<ー>もうごぼうだとか去年自然薯まで作ってですね<ー><う>なかなかひき肉抜くのが大変ですねそれいやもう土木工事ですよは<ー>そのトイをこう 斜めに埋めたりするんです。そのものの農家は、彼はもう本当に自燃場で、はい、天然でやってるんで、え土をね1メーターぐらいそ,それも重機がないので、はい、全部喋るっていうすごい。すごいですね。はい、それでそのベストなんですが、私あの森永さん見ると必ずそのベスト着てらっしゃるんですが、はい、それはいつも同じもんですか。えっと2個あるんですけど、えー、どっちかです。 な何のためのベストなんですかそれ？これはねここの定期入れとかお財布とかが全部入ってるんです。全部入ってるんですよ。タバコとか。あカバン代わりですか？まカバンはカバンで持ってるんですけど一応全部身につけてます。あ何のために？いや修正ですか？いやいやこれ便利ですよこれがあると。いやま便利は便利ですけどね。この間あのほらあの戦場カメラマンの渡辺陽一さん。はい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 。 あったら同じような格好してましたよ確かにそう、ね、いやまああの手の人はそれはまあ必要に迫られてそういう格好してますけどね <laughs>、はい、そりゃあそうですかまあ別に<ー>ほらおしゃれな格好したってモテるわけじゃないしもういいかないつも <laughs>、はい、そこですよそこです森永さん、はい、その女性にモテようとか全く思わなくなったらいつ頃からですかえっとねライザップやった後ぐらいかな <え>それまででは考えてたんですかいやいやラフチャットの人が「さん痩せたらモテますよ」って言ってたんですけど「<laughs> 人による」っていう。のがあれ森永さんあの今の奥様はどういうふうに知り合われてどうやって結婚されたんですかいやあのー、職場で「職場ってですかあの日本先輩公社」って、まあ、当時大蔵省先輩局から公社になった。 ばかりの頃で実質的には役所だったんですよ。鮮焙香車にいらっしゃったんですか。鮮焙香車ってあの塩とかあのタバコとか売ってたとこですよね。そうですそうです。え森永さんどういう経歴の人なんですか。えー、だから学校卒業して鮮焙香車に入って鮮焙香車大卒で鮮焙香車なんですか。あそうですそうです。はあ,あ,あのなる仕組みはあのキャリア官僚とほぼ一緒だったんですよ。 でまだこう、後者と役人の区別がこう明確についてない時代だったんで日経センターにも行ったんですけどその後経済企画庁に人事異動でいくっていう時代<れ>森永さんももともとキャリア官でだから専売後者の中であの大卒営採用っていうのがあって旧七定代しか人を取れないっていう <laughs> ひどい差別的な人事制度があったんですよ、昔。あれ森,森永さん七定代でしたっけ あそうですそうです。東大でしたっけ東大？でしたっけ？はい。ああああ七帝大ってわかります？あのね帝国大学と呼ばれたあれなんでですかね？他にも日高はてだから日高と差別するための言葉ですか？うんどうなんですかね。だから東京東大でしょ京大でしょ北大でしょ東北大でしょ名古屋大学でしょ阪大でしょ九州大学でしょあれ？七つ。 これ七つ行きました。あ、全部行っちゃった。これ七帝大ですよね。これがね、旧あの旧国立大学のまあ一期校の上の方ですね。一期校はもうあのそれ以外にも旧七帝大以外の一期校ありましたけど、だからまあ優やエリートですよ。あ、そうすか。そうだったんです。へ、それで、それでただ他の人は真面目にサラリーマンやってたんですよ。同期。はいはい。私だけえっと九年ちょっといたんですけど、本社で仕事をしたのはわずか。 二三年かな。あとその日経センターやったり経済企画長にいたりですね、三井物産の子会社のシンクタンク行ったりしてて、ほとんど本社にいなかった。ええっていう経歴なんです。それで九年で辞めたんですか。はい。なんでなんで辞めたかっていうと、経済企画長に行った時に面白くなっちゃったんですよ仕事が。はい。それでもうずっと毎日午前二時三時まで働いて。 いたんですねほうほう私は平にあったんですか統計作ったりするんですかえっと経済企画長っていうのは総合調整官庁って言ってですね、えー、いろんな役所からそのキャリア官僚が集まってきて政策の総合調整をするっていうのが 建前なんですけど、まあスパイと二重スパイの集団みたいなところもあって、でそこで知った問題やってて、で私の上司だったその課長補佐クラスの人が内閣外政審議室ができて取られちゃったんですでいなくなっちゃったんですよ。年次で私が一番上だったんで、私が平だったのに課長補佐の仕事を全部代わりにやることになって、ホスと面白いんですよ。役所っていうのはあの課長補佐が。 権力を握ってますから、はい、日本をどうするかっていう,うそうそう大体ね三十<ー>前後の官僚ってね本当<ー>偉そうですよね。<ー>偉そう偉そう。これ大体地方でさ放送局なんかさ、うん、もう放送局の地方の社長なんか腹をたにひっくり返ってるのはさなんかあの当選確実の打ち間違いとかやらかすじゃない。<ー>そうそうその地方の電波管理局のだ<ー>からまあ昔でいうと郵政省の出先機関で今だったら総務省の出先機関でそこに三十前後の若いキャリア官僚がいるんですよ。 その若い30前後のキャリア官僚に6070絡みの地方の放送局の社長が呼びつけられてこらお前次当選確実打ち間違えたらお前のところな放送免許取り消すぞぐらい怒られてですねそのぐらい力持ってますよね <laughs>、えー、ただ私はあの現業を持ってなかったので、えー、あの例えば大蔵省とか通産省とかそういうところに比べたら全然 態度はそんなに、あ、そうじゃなかったと思いますよ。<laughs> <laughs> ほんで。でんでなんでやめたんですか。あ、それで、その、えー、面白くなっちゃったんで。あの、このまま続けたいって、三十一歳かなんかの時に、思ったんですよ。ほ、ええ、おいで、公務員試験受けようと思ったんです。は、あの、受けて、上級職、今の一種試験受けて、残ろうとしたんですけど。ええ 調べてもらったら、ええ、なんか数か月差でもう受験あ年齢が、ね、年齢アウトだった多分三十当時33ぐらいかな31かなどっちかですね、はあ、はいそれで上司に言ったら、ええ、じゃあ随意契約で取ってやろうかって言われたんですねそんなのありですかいやありだったんですよ当時ただ随意契約の場合は、ええ、経験年数半分にカウントされる っていう習わしだから、えー、10年経ってんのに5年目の給料です私その時にその経済モデルっていうのを動かしてバブルが来るのが分かったんで所、はい、さんに家買っちゃったんですね、はあ、でそのローンえ80年代前半半ばちょっと前ぐらいですか85年85年プラザ合意の前後ですね、はあ、はいそれでただ上司がこう計算してくれたんですよ、ええ、あのー 手取りがいくらになるか。<laughs> <laughs> そしたら公務員を続けると、ええ、手取りがね六万切っちゃうんです。ええ？子供もいたんですよ。いやあの時代でもそれは安すぎですね。そう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 。ええ、それででもやりますって言ってうちの神さんもいいよって言ったんですけど。もうその時結婚されてたんですか。はい、あはあ、もうすぐ結婚したんで。え後者入って？はい。後者の要するに若手職員を捕まえたわけですね。 そう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 、これね、ほん <laughs> 本当に、ね、なんか今やらしい顔します、ね。いやいや、やらしいっていうか、<laughs> ちょっとう、うちの神様に今でも言われてるんですけど。えー、私、あの主計課っていうところにいたんですよ。お金、あのね、お金、あの、<ー>差配するところです。<ー>はい、予算を大蔵省からもらってきて、それを全国の。 <laughs> その、えー、支部局に分配する役割なんです。偉いっすよ。だからね、ここね、ここの期限損ねると、お金回ってこないですから。<laughs> そうそうそう。えー、それで、その関東支社の予算化が、皆、えー、さん、今度五年間やるんで。 出席してくれませんか今本当に心から反省してんですけどその関東支社に「いいよ出てもいいけど女連れてこいよ」って言ったんですまあまあ20代だから勘弁しましょうはいでそれで連行されたのがうちの神さんだったんです予算官にいたので関東支社のだから私に対して私は瞳悟空にされたっていうああそれで結婚されたとはいはい はい、いやそれでさっきの結論聞いてないんですけどもそれでその6万円コースはやめてどうしたんですか、はいえー、でやめてじゃあ俺がシンクタンク紹介してやるからって上司が言ってそれでシンクタンクにその時行ったとこはどこですか三井情報開発という三井物産の子会社でもう大問題に発展しちゃって何がですかいやいやだからうその先輩校舎はは たまたまその人事の課長代理が私を採用して担当者だったんですよ転職なんかするんじゃねえって言い出して、ええええ、で三井はうちが取ったんだから、ええ、なんで文句言うんだって、ええええ、でこうこうもう両者が大揉めになっちゃって、ええ、で結局経済企画庁の審議官に、ええ、審議官室に呼び出されたんですよ名、ええ、前われずっと黙ってるんですその夕日がずっと落ちていくんですよ、ええ その後、はいはあ、えー、その審議官が言ったのは森永今両者ともな熱くなっちゃってるからこういう時はとりあえずお前出航しろと、はあ、でその状態を3年間続けて3年後見直しだっていう <laughs> もういかにも役所らしい解決。はあはあ で乗ったんですかそれに。どうでもしょうがないですけども、紛争を収めるにはそれしかないんですよ。えーえー、そうするとその今までの給与体系のまんま出向三年ってことになりますね。<laughs> ところがですね、はあ、その、えー、うごったごたあったんで、えー、あの基本一級しか出ないっていう、えーえー、すごいことになっちゃって、えーえー、<laughs> だから役所に残った時と同様の超貧乏生活になったあ,あらまあ、あらまあ、ほんで。 うん、そ,んでそれで、まあ、まあ経済企画庁の時から生活を追い詰められてたんですけど、はあ、その超貧乏生活が続いたんで、ええ、こう同僚が結婚する時ってお祝いを出す余裕がないんですよ月6万だったらまあそうないないですねそれはきついっすね <laughs> でその出版社も私自慢じゃありませんけどんその同じ頃民間の,あの免許事業のテレビ局にいたじゃないですか。はっ、あ、っきり言って 多分年収ベースで私ただのサラリーマンですけど当時の放送局って異常で今とは全然違うんですよ今放送局もねーキー局もローカル局も給料安くなってかわいそうなんですけど当時本当にバブルでですね<ー>今パッと聞いたらあの年収ベース多分10倍ぐらいいってるかもしれないですねだから当時の放送局員ってね恨まれて当然だと思いますよ非常識だもん免許事業の分際でだよ。 別に大して働いてないのにとんでもない高額の給与を持って行ってそれでテレビ出て偉そうなこと言うわけですよ。俺なら殴ってやるね。<laughs> そうなんだ。まあいいや。そう、えー、そうそう,そうなんです。ただこう出向してるうちにその先輩後者まあ日本タバコにもなってたんですけど、えー、社長が変わったら<う>社長私その、えー、先輩後者でシンクタンクを新たに作ってやるからとりあえず出向しろって言われてたのに。 経営方針が変わったから作るのやめたお前どうする <laughs> って言われてじゃあやめますって言ってそのまま三井消防会社行ったんですよ。はあはあ、そしたらもう六万しかなかったんですよ。それいきなり給料あのとんでもないとんでもなく,えもなくあの手取りう覚えてないんですけど額面が 月給で九十九万八千円の、まあね。桁がいきなり一つ以上、一点十五倍ですね、それね。で、私その迷彩持って、自慢ぷんぷんで家に帰って、かみ、ええ、さんに。お、見てみろ、すげえだろうっつったら、かみさんが冷たい目線で、あんたさ。あともうちょっと頑張れば、百に乗ったのにねんっていう、<laughs> そういう話じゃないだろう。なるほどね。全然お金に興味がない人なで。い中途半端ですよね。えー、<laughs> はい。 当時はでもあの、そうか、でも中、結構中途半端な立場ですね、キャリア官僚でもなく、うんうん、微妙なところですね、それは。ああ、そう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 だからそのままいたら、キャリアパスはどうなってたんですかね、役所にですか、はい、役所にいたら、普通に行って、まあ、役所の課長ってね、普通の会社の課長,課長と違って、まあ、かなり偉いことは偉いですけどね。うん ちなみに私のその時の上司は事務次官まで行きました。あ、そうですか。はあ、え、何どこの事務次官いや経済企画庁の事務時間。あ、経済企画庁の事務時間、えーはあ。もう当時は自由でね、もうすごい人だったんですよ。五時の鐘が鳴ると引き出しからウイスキーのボトル出してきて、えー、ずーっと飲んで。午前三時までずーっと飲んで。 海外でいいじゃないですかそれそこにいて飲んでる人がないでしょそれ、ええ、でもねそれがすごい人なんだっていうのが分かったのは、ええ、その国会質問が出て、はい、その経済効果でものすごい計算が難しいことを言ってきて私できなかったんですよ、ええ、で酔っ払っている上司に「ええ すみませんこれわかんないんですけどつったらもう今すぐ図書室行って8年前の経済白書の参考資料の、えー、3番目の脚注のところについてるやつの計算式にこの時計とこの時計をビシッって <laughs> すごいですねそれすごいですよは<ー>経済企画庁総理府ですから総理答弁なんですは<ー>、うん、だからねやっぱり 酒飲んでてもすごい人まあまあまあ大体いい水腱というのがあるくらいですかね <laughs> いやまあ水腱の話はともかくとしてその後ですね、まあはい、その頃の森,森永さんの人生はともかくとして、はい、今の趣味の世界ですけどいつからそんなことになっちゃったんですか、はい、いやもうコレクションはずっとしてたんですね子どもの頃から子どもの頃から9歳の時からあもともと物を集めるのが好きな子だったんですかえと、ね、父が毎日新聞の外新聞の外記者だったんでえ 外最初はアメリカ行ってたんですけど、ええ、その後小学校4年生の時に、ええ、ウィーンに行ったんですよオーストリアの。<laughs> 似合わねえ <laughs> 何でですか <laughs> いいいじゃなですかねそれでこれは言ってもあんまり分かってもらえないかもしれないですけどウィーンの街っていうのはすごく排他的閉鎖的な街でわかるわかるなんか京都みたいなとこっぽいですねあ京都を100倍閉鎖的にした感じああよっぽど閉鎖的ですね友達なんか一人もできないんですよでもアジア人だしそう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 すごかったんです人種差別もうそれはアメリカもそうだったんですけど で結局引きこもりみたいになって、ええ、で親が不憫に思ったんだと思うんですね。ほうほうで金もできたんですようちの親父当時はいい時代で、ええ、えあの支局長で出ると、ええ、本社の給料と支局長の給料<あ>プラス現地スタッフの 日まあ、毎日新聞、まあ、今ほど悲惨じゃなかったこともあるし。当時のやっぱりね、あの特派員っていうのは。どこの、どこのマスコミでもそうですけど、給料以外に特派員手当が出るんです。は海外に何年かいると、むっちゃ儲かるんですね。で、しかも。普通は現地スタッフを雇うんですけど。うんうん、え、当時。 毎日新聞ウィン支局の電話番は私だったんですよだから人件費もかかってないっていう。それでミニカーを それまでね、えー、と誕生日とクリスマスぐらいしか買ってもらえなかったんですけどだから毎日買ってくれるミニカーってどこのミニカーですかでえ当時はまだヨーロッパでドイツとかフランスだとかイタリアトミカの時代じゃないんですねトミカは1970年に始まったんで私言行ってたの60年代なあ<ー>。イタリア製ドイツ製フランス製,製イギリス製は<ー>そこからいろいろ集めることを始めたというお話のところまでしか行ってないのにいもうちょ時間になっちゃったんではい。は 趣味の話聞かせてくださいいああいつでも来ます、うん、いや僕ねすっごく興味あるんですよ。というのは僕はね今集めたものをみんな捨てにかかってる時代なんで、うん、それ集めたのこれからどうするのかっていうのをね、うん、ああ私このコロナ禍で実はそういうご相談を受けて、はいえー、この2年間で段ボール300箱から引き受けてるわけですかあの個人的には難民救済って言ってるんですけど買ってんですかですいやいやくれますみんな。 あ、そうでしょうね。ただでもいいから持ってってくれってやつ。そう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 。よく置き場所がありますね。あ、そろそろお時間なので、ぜひあの、第二弾ということでまたちょっと。こういう話で終わるとは夢にも思ってなかった。ですすみません。今日は森永卓郎さんをお招きいたしました。奥様と一緒に来ていただけませんか。なんかね、ラジオで寝たちっつって。辛坊さんの前だと余計あれかもしれません。またお願いします。ありがとうございました。 ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。 番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。 アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有感不時の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。 新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。東京電力株主訴訟、原発事故で東電旧経営陣に13兆円の賠償命令。 福島第一原発の事故をめぐって東京電力の株主が旧経営陣5人に対しておよそ22兆円の損害賠償を求めた株主代表訴訟の判決がきょう言い渡されました東京地裁は旧経営陣4人について経営責任を認めて13兆3210億円の損害賠償を命じました 原発事故をめぐり旧経営陣の民事上の責任を認めた司法判断は初めてです。えーっとですねなんとなくぼーっと聞くとですねあの原発事故で被害に遭った人たちがあの賠償しろと言って訴えたというふうなニュアンスで聞いちゃう人もそれなりにいらっしゃるんじゃないかと思います。その発想自体はあの非常に正当で でもその手の裁判は過去いっぱい起こされてて、えー、まだ裁判があの上級審に行って最終的に確定してないものもいくつもありますけれどもおおむね確定してます。はい、でそういうのって確実に賠償を求めますよ、ね、そうするとあの当時の東京電力の経営陣訴えても。 賠償能力なかったりしてお金払ってもらえないんで現実的なことを当然訴えるが考えますよね原発事故でひどい目にあった人たちは、はい、だから原発事故でひどい目にあった人たちはあの会社としての東京電力それから東京電力ちゃんと監督していなかった国みたいなものを相手に訴える、うん、そうすると、はい、あの賠償命令が出たら確実にお金払ってもらえますからでそういう裁判はいくつも起こされててでもうあの最終的に確定した判決もいくつもあるんですが、えー、基本 こういうい裁判は賠償を認められてますで国の責任まで取った裁判で国の責任までは認められなかったっていうのが、まあ、これたくさんあるんですけども、えー、でも東京電力自体の責任はもうこれあの証明済みというかで東京電力はすでにでいったいいくらぐらい賠償を払ったかというとう東京電力はすでに旧住民などにですね合計10兆円ぐらい払ってるんです。 超ですよ<円>だから一発原発事故なんか起こすとどんだけの賠償金になるかって話なんですが、うん、まあ10兆円ぐらいの,あの賠償金を払ってるんですが今回起こされた裁判そういうのじゃなくてうん、うん、どういう裁判かというと東京電力の株主が当時の経営陣を訴えてるわけです。はい、で東京電力の株主はどんな損害を受けたかというと今回原発事故が起きたおかげで株価が下がったじゃないかとどうしてくれんだと。はいはい ね、で,でそれについて自分が損した部分は賠償しろってこれはなかなかね言えないんですというのが。うん あの株式っていうのは基本的に有限責任って言ってですねその株価を上限にあの責任を負いますよっていうそういう法律的な位置づけのもんだから、うん、経営失敗して株価が下がったからって言ってもそれは投資家の判断ミスでしょっていう。だけど明らかに経営陣に違法行為があってそれで株主が損害を被ったということになったら会社は逆に会社はその当時の えー、経営人に対して訴えを起こせるわけですいいいい会社としてねはい、はい、会社というのはイコール、まあ、株主が持ってるものですから,、はい、だ,からだけど本来は当時の東京電力という会社が当時の東京電力の幹部を訴えて賠償請求しなきゃいけなかったんだけれどもそれを怠ってたので、えー、株主として、えー、株主として会社に代わって損害賠償を起こして当時の経営陣に会社に対して賠償しろよと。うん ねえー、そういう訴えを起こしてさあその訴えで認められるかどうかっていうのはすごい注目されてたんですが今日、その判決が出ました、なんと当時の、訴えられてたのは経事5人なんですよ、はい、当時の,あの会長、社長、副社長2人に常務合わせて5人だったんですが今日の判決ではこの常務を除いた残りの4人当時の会長、社長、副社長2人この4人に対して合計13兆円を払えと。 13兆円。 でまあ十三兆円という根拠は何かというと、まあさっき言った話ですよ。うん、今回の東京電力の福島第一原発事故のせいで東京電力はもうすでに十兆円払ってるわけですよ。よ、うん、会社としては大損害を被ってる、うん、という見方もできます。うん、その大損害に関して当時の経営陣はあの津波対策してたら防げたでしょとすると、うん、こんなにものすごい賠償金を負わなくても済んだでしょ。あんたたちのせいでしょって言って本来会社が当時の経営陣訴えなきゃいけないんだけど会社は訴えないから株主として代わって訴えました。うん さあ判決がどうなるかなと思ったら今日ですね、えー、当時の社長副会長社長副社長二人四人に対して、えー、まあ連帯して十三兆円を払えと認めたとまあでも払えませんわな十三兆円,、ね、13兆円は日本で十三兆円払える人っていないんじゃないかな <laughs>、うん、イーロンマスクでどうだろうイーロンマスクは今回ツイッター買収するときに出して <laughs>、うん 出すと最終言ったお金が昨日の段階でもツイッター買収なくなりましたって言って逆にツイッター社からですね、はい、イーロン・マスク金払えみたいに訴えられてますが、はい、えツイッター買収する金額が春に発表されたた兆円だったんですよーイーロン・マスクでも6兆円っていうのはすべての資産じゃないんですけどイーロン・マスク世界最高の最大の富豪でも13兆円は買収できない。 まあ東京電力の幹部はそこそこいい給料はもらってたはずですがそれでも13兆円はだから実効性はないんですけどもだけどあの今回こういうういい判決を出たということここに意味があるわけですでこれ13兆円仮にですよえこの経営陣が旧経営陣4人があのイーロン・マスクぐらい金を持ってたとしてですね13兆円払えますっていうことになったとしてもその13兆円は東京電力に対して支払われるそうすると東京電力は13兆円もらえますから会社としてはむっちゃ儲かるんで株主の配置 人も増えるという形では訴えを起こした株主にはメリットあるかもしれませんが直接その人たちに金が入るわけじゃなくてかなりあの うーん思想的、政策的な意味のある裁判、訴えであり判決でありということで当時の経営陣はあの原発事故を防げたはずだよね、うんはい、それを怠ったよねっていう判決の趣旨なんで影響が大きいんです。うん、というのは当時の経営陣はすでに刑,刑事事件として訴え起こされているわけです。はい あの原発事故で怪我した人とかあの避難中に亡くなった人とかいっぱいあったでしょとそういう刑事的な責任はないのって言ってすでにこれ訴え起こされてるんですがその刑事事件に関してはもう一審段階で。 去年もう責任ないよっていう判決が出てそれはもう今回の原発事故に関して経営は予見できなかったというのがもうすでに出ている刑事事件の一審判決なんですがこの刑事事件は二審の判決がまだ出てないんですよ。 い経営陣がしっかりしていたら、はい、あの事故は防げたはずだっていう判決が出たという意味はものすすごく大きいんでこれがまあ刑事事件の判決に直結するわけではありません、えー、裁判はここで全部別にやってますから民事上で訴えられたものと刑事事件というのがあの同,じ同じ傾向の判決が出るとは限らなくて私の予想で言うと日本の上級審の今までの判決傾向から言うとおそらく刑事事件として当時の経営陣が刑事責任を認められることはないだろうし今回の判決 の判決もこれは下級審で出た判決ですからこれがあの第2審に行った時に今回地裁の判決ですけれども高裁の判決になった時そらくひっくり返るんじゃないのという気がしますがでもこれもし高裁でひっくり返らずに最高裁で確定したら当時の経営陣4人は13兆円の賠償責任を負うと払わなきゃいけないまあでも払えませんからまあ基本的には破産することになるんでしょうけどねだからまあそこまではおそらくまあ予想としては 地裁判決だからこういう判決を割と軽く出せたというところがありますから日本の高裁判決以上は、まあ、ある意味保守的という言い方が正しいのか常識的という言い方が正しいのかなかなか判断の難しいところですが上級審に言ったらひっくり返るというのが常ではありますが一審でやっぱり今回の裁判の裁判長はあの原発事故は当時の経営陣がしっかりしていたら防げたはずだという趣旨の判決を出したとここに最大の意味があります。 以上、ズンボンでした。